こんにちは、アルパパです。今日は念願のフロアマットの洗浄を行います。私のアルファードは YMT さんのアステリズムをフロアマットとして利用しています。厚みもふかふかで高級感があり、なんといってもシートレールが隠れるので2列目すっきり、とても気に入っています。このフロアマットを2年間愛用していますが、なかなか洗うというのが難しく、普段は掃除機でゴミを吸うだけなのですが、もちろん土足禁止ではないのでかなり汚れているはずです。ダークグレーなので汚れは目立ちませんが、かなり汚れているはずです。ずっとなんとかこれきれいにする方法はないかなと思っていましたが、ついに今日解決策が見つかりました。ユワントさんのリンサークリーナー、これです。これで今まで洗うことができなかった私のアステリズム、きれいにしていきたいと思います。まずはリンサークリーナー仕組みを紹介します。汚れに高圧水のスプレーで水を噴射、その吹きつけられた水と汚れを超強力に吸引し、汚れを落としていきます。このリンサークリーナーのメリットは、水洗いが難しいカーマットや絨毯、カーテンの汚れが落とせます。噴射した水も一緒に吸い上げるので乾かす手間がかかりません。本体は 4.7kg、本体底にキャスター付きで移動がさせやすいです。洗浄ブラシは 0.2 ミリのナイロン素材、ブラシヘッドはセルフクリーニング機能がついているので面倒な手入れも必要なし、ブラシとホースの内部を自動できれいにしてくれます。ホースの長さは 1.6 メートル、大容量タンクが2つあって、 1.8 リットルの清水用のタンク、1.6 リットル用の汚水タンク、使用するときはきれいな水を使って汚れを浮かせて、吸い上げた水は汚れと一緒に汚水タンクへ流れます。強のモードと弱のモード、モードは2つ、電源コードは 5m、 自動収納付きです。それでは早速きれいにしていきたいと思います。まずはリンサークリーナーを使用する前にアステリズムのゴミを掃除機で吸い取ります。いよいよリンサークリーナー使っていきます。リンサークリーナーの稼働音ですが、思ったほど大きくないなというのが印象で、普通の掃除機か掃除機よりも少し音は小さめかなと思いました。ハンドル取っ手にあるボタンを押し、水を吹きつけます。水で汚れを浮かせながらパワフルクリーナー機能で一気に吸水、水拭きで落ちなかったシミや汚れもしっかり除去してくれます。どうでしょう、この吸引力。アステリズム表面の汚れをブラシで浮き立たせ、それを水ごと吸引しています。結構な勢いで吸引していますね。結構な量の水を吹きつけていますので、しっかり水分吸引するために入念に何往復かしておきます。おそらく水分が残ると匂いやダニの原因になるので、しっかり吸い込んでおきます。アステリズムを敷いて最初の数ヶ月だけ除菌にしていましたが、さすがに子供がいると除菌続かないですよね。そうなると汚れ放題です。雨の日も公園に行った帰りも容赦なく踏みつけられていますので、相当汚れていると思います。
見た目は全く敷いた当初と変わらないので普段乗っているだけでは汚れ気にならないんですが、ふとそういえばアステリズム全く洗ってないなぁと気になっていましたが、バリッと剥がして丸洗いする勇気もなく時が過ぎていったのが、なんとか今日念願かなってこうやって洗うことができてとても幸せです。今回は普通の水道水を利用していますが、60度までの温水も使えるようですので、少し頑固な汚れであれば温水を使った方が落ちが良くなるのかなと思いますし、アルカリ電解水などを使うとより効果的に汚れが落ちるようです。ちなみに泡立ちの良い洗剤は製品に損害を与える可能性があるので使わない方が良いとのことです。しかし改めて感心するのがこのアステリズムの品質の良さです。約2年間使用していますが生地のへたりを感じませんし、先ほどもお話ししましたが汚れが全く目立たないですね。このステップの箇所なんて踏まれまくっていると思いますが、パッと見はほぼ汚れ目立ちません。ダークグレーを選択したのも良かったのかもしれません。一通り汚れ落とし終わったので、いよいよ汚水タンク確認してみたいと思います。2年分の汚れどんな感じなのでしょうか。ドキドキです。いかがだったでしょうか。アステリズム2年間の汚れしっかり落としてみました。前から気になっていたので今日綺麗にできてとてもすっきりしました。皆さんはフロアマットどのように洗っていますか。丸洗いですか、ほったらかしですか。このリンサークリーナー、車のフロアマットはもちろんですが、家の中の絨毯やソファーの汚れ落としにも使えますので、とても重宝するのではないかと思います。
動画概要欄にリンクを貼っておきますので、興味ある方はご覧ください。アルパパチャンネルではこれからもどんどんアルファードに乗っていき、皆様のお役に立てる情報をアップしていきますので、チャンネル登録、グッドボタン、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。